米朝対話、仲介探る韓国。 え、ピョンチャン冬季オリンピックの閉幕から一夜明けた昨日、韓国、ムン政権が北朝鮮との対話路線への傾斜を深めたという、こういう記事ですね。え、南北交換会談で、南北関係の発展と朝鮮半島の平和定着に向けた協力、これを確認します。え、ムン大統領、中国の習近平国家主席の特別代表として、オリンピック閉会式に出席した劉副首相と大統領府で会談しました。え、ピョンチャンオリンピックを契機に生まれた南北対話のこの雰囲気、え、オリンピック後まで 持続させるのが極めて重要だと訴えましたその上で、最近、北朝鮮が米朝対話に積極的に臨む意向,に示し意向を示していまして、アメリカも対話の必要性に言及しているとも指摘しました。米朝双方に対話に向けた歩みより、これを呼びかけて、中国にも協力を求めるということなんですが、まあ、アメリカと北朝鮮の対話の可能性、まあ、そこに絡む韓国、中国の役割なんですけれども、このあたり、田中さん、いかがですかあのー 分けなきゃいけないのは、やはりこう、対話と交渉っていうのは違いますよね。対話っていうのは、おそらくアメリカや日本が考えている対話っていうのはですね、北朝鮮に核開発をやめろということを、まあ、言ってみれば通告するための場ですよね。 なんか韓国の方は、それよりも一歩進んじゃって、そういったですね、条件付けをえ通告するんじゃなくて、若干交渉かなみたいなね、はい。特に、文政権にとってえアクセスしやすい北朝鮮と中国にかなり傾斜して、むしろこう、日本やアメリカのですね、今言ったこう、対話はやるんだけど交渉はダメだよってうそういった姿勢を若干超えてるような気もしますよね。だから関係者を多く巻き込んで、しかも特にえ北朝鮮と中国、 国との関係を密にして、ですね、はい、そっちのこの三角形、えー、北朝鮮、中国、はい、この韓国の三角形の方を中心にして、うん、対話を超えた、はいえー、交渉、ネゴシエーションをするような環境に、えー、若干、片足をあの入れつつあるんじゃないかなというところが、ちょっと気になるところですねはーはー、えー、そうですね、ムン大統領、その中国の副首相との会談の中で、アメリカは対話の敷居を低くする必要があると。 そうなんですよ。えーね、これね、交渉みたいな話ですよね。はい、アメリカと、えー、日本の従来の立場、今もそうですが、えー、でこの、えー、核開発を放棄するっていうのを、まあえー、北朝鮮によくよくこう理解させると、えー、その通告の場なんですよね。えー、それじゃなくて、この敷居を避けるっていうと、うん、いろんなことがここで考えることができちゃうじゃないですか。えー、これ非常にこう危ない方向ですよね。そうですね。あと、昨日はですね、韓国大統領府の国家安全室長が、交換中のお朝鮮労働党副委員長、キム・ヨンチョル氏委員長ら、えー、北朝鮮の 代表団と会談しました。で、両者平昌オリンピック後も朝鮮半島の平和定着。南北関係の南北関係の発展、国際社会との協力え、これが均衡ある形で進展するよう協力していくことで一致をしたということなんですけどね。 うんまあなんかこう、ピョンチャンオリンピックでですね、えええー、微笑み外交という言葉に代表されるように、えー、雪解けの雰囲気みたいなね、そういうのこう、まあ幻想ですけどね、ええ、はっきり言いましてね、ええ、やはりこう、全然事態としては、去年のですね、えええー、まあ核ミサイルの発射実験を繰り返していた時と、はい、あの、構造は全く同じまんまなんで、ええ、まあ確かにこう、えー、平和っていうのは重要なんですが、ええ、やはりこう、そういった安全保障面を抜きにした平和っていうのは、ただ口で言っただけとか、ええ、イメージで終わるとかいう、 もので、本来のしっかりとしたですね、平和の構築には結びつかないと私は思ってますんで、あの、やはりこう、習近平さんね、事実上こう、毛沢東路線に、あ中国のね、あの、え、まあ、任期をですね、憲法改正して。そ2期10年をね、取っ払っちゃおうと。そうですね、もう毛沢東化。あの、中国のこう、ネットにはですね、ついにこう、中国も北朝鮮みたいになってしまうんじゃないかと。あれ昔からそうだったんじゃないかなって一瞬思ったんですが、あの、ま、それ置いといて、そういったですね、声があったんですけども、立ちどころ はい。 えー、まあ、それだけ非常に、こう、中国政府も、まあ、習近平のね、あの、独裁体制の、こう、えー、なんて言いますかね、えー、前準備みたいなことをしている段階なんですよ。そこで、こう、やはり、こう、特典を外交で得るとすれば、はい、やはり、北朝鮮問題ですよね。はーはーだから、あの、文政権もそういったところを読んで、はい、えー、習近平の独裁体制の、この、構築に、はい、結構、こう、まあ、外交面でね、えーえー、アシストするような形に結果になっちゃってますよね。えーえー、だから、このままいくと、本当ね、まあ、文政権 北朝鮮、韓国あの中国大好きで、はい、あのこの、えー、中国と北朝鮮の中に取り込まれちゃうような気がしてです、ね、ですねえー、これ、やはりこう日本の国益を考えたときに、非常にこう、はい、安全保障面で、平昌オリンピック、寂しすぎる経済効果。 今回のピョンチャンオリンピックで日本勢はメダルを13獲得しました。これは冬のオリンピックでは史上最も多い数ですね。で、2年後には東京オリンピックが控えている。これは夏のオリンピックですね。4年後は北京オリンピック東京オリンピックですが、まあ、この2年後東京オリンピックを控えている日本。 田中さん通常、オリンピックというのはですね、どのくらいの経済効果があると考えていいんでしょうか。えー、やはりこう、オリンピック、夏、冬、それぞれですね、経済規模がやっぱり違いますので、一概にはまあ言えないんですが、うんえー、やはりこう まあ、え、大体ですね、経済の規模を、その開催が決まってから、実施されるまでに、GDP、経済規模を10%ぐらい平均してあげるっていうふうに言われてるんです。それで言いますとですね、日本の場合はすでにえー10%ぐらい上回ってるんですよ。ただそれが本当にオリンピックの効果なのか、それとは全く無縁にやっている経済政策の結果なのかっていうのは、これはもうちょっと分析しないとわかんないんですが、簡単に言うと、 えー、あんまりオリンピックの効果じゃなく、ないんじゃないかなっていうふうに、<ー>えー、個人的には思ってますね。えーまあ、気になるのがピョンチャンオリンピックの場合なんですが、えー、これ、どうなんでしょうね。ピョンチャンオリンピックの場合はですね、東京オリンピックっていう性格もありますが、あまりですね、こう、韓国に経済的なですね、大きい影響を与えたとは言えないと思うんですね。はい、まあ、どちらかというと、本当にオリンピックの経済効果あったんでしょうかね、クエスチョンみたいな。そのぐらいなんですね、えー。ぐらいの規模だと思います、現段階では。お

韓国の経済政策が、それほどうまくいっていないっていうことがまずあります。はい、この背景は、簡単に言うとですね、えー、韓国の金融政策っていうのが非常に不十分なまんまだと。はい、まあ文政権になってですね、えー、パク、えー、大統領か元前大統領から、はい、今の文政権になってですね、一番のこの、なんでこの政権が途中で変わったかというと、若い人を中心にして非常に失業率が高くて、はい、まあ経済の成長率はほどほどなんだけれども、はいえー 働く人たちの環境が悪いまんま。はい、特に若い人たち、えー、10代後半から20代真ん中、もしくは、まあえー、30ぐらいまでに広げてもいいですが、えー、その人たちの失業率が、えー、国際的な観点から見ても高いし、はい、また、あの、韓国経済、27世紀になってからの韓国経済の中でもですね、非常に高い水準のまんま高止まりしてるんです。失業率、ねえー、具体的にあの2桁台。あの、これは日本で言うとですね、えーえー、リーマンショックがですね、起こった直後ぐらいの水準なんですよ。<ー>だそれが悪いまんま、すでにですね、10年近く経営 生かしてるんです、はい、でこれはやはりこう国内に大きい不満をもたらしていると、はい。文政権ができて1年ちょっとぐらいですが、あの、まだにですね、この、えー、若年失業率の高止まりっていうのはですね、よくはなってないです。むし、はい、ろ、えー、少し悪くなっているのが現状です。はい、経済状況は、えーまあ、成長率なんか見ると、パフォーマンスはそこそこいいんですが、はい、それがですね、働く人たちの環境を良くしていないと。えー、特に失業率が高いまんまっていう状況があると。はい <laughs> えー

これはまあ見てみますとですね、はいえー、国民にあんまりですね、えー、まああのー、オリンピックも含めて、えーえー、まあ、駅するところが少ない背景には、この韓国のこの金融政策、えー、または、えーまあ、財政政策も含めていいと思いますが、はい、のこの大きな問題があると。えー、なぜ金融政策と言ったかと言いますとですね、えー、あの、韓国銀行、韓国の中央銀行ですが、えー、インフレ目標を、えー、昔はですね、3%ぐらいだったんですね。ーはい、この3%の時にはですね、えー、若年失業率も、えー、全体の失業 非常に低いいいパフォーマンスだったんです。ええ、今はあの2%なんですよ。はい 引き下げてまして、で、おそらくこれが経済を良くするためにはですね、え、不十分なんです。もっと高い、え、インフレ目標に、え、した方がいい。昔やっていた3%ぐらいに引き上げて、金融緩和をですね、継続した方がいいんですね。え、ン政権になって金融政策は緩和基調だったんですが、つい最近、え、金利を引き上げました。それにはですね、まあ、インフレ目標を達成したんで、もうこう、金融緩和は手締まいしていこうと。 これ、僕から見るとですね、先ほど言いましたように雇用環境全然良くなってないんで、はい、早すぎるんですよ。えー、で、えーまあ、それが翻って経済環境があまり国民にとって良くな,くない、えー、現状を生み出していると。こういった流れの前にはですね、うん、オリンピックの経済効果っていうのはほとんどはっきりしてないという、まあ、ことになっていくと思いますね。えーまあ、今の田中さんのお話で、よくあの、アメリカのね、中央銀行の FRB というところが、えー、まあ物価と失業率、まあ、雇用上、 これを見てるというふうに言ってます。ですから韓国の場合はその雇用状況がよろしくないのにまあ金利率を上げたと金利を上げたってです,、ね、そうですね。え特にですねあのその金融緩和政策の不足っていうのはですね、はいえー、パク前政権にで一番発揮したんですね。はい、えー、特にこう、えー、ウォンがですね、はいえー、ウォン高が貴重でつまりこれウォン高になってしまうってというのは金融緩和が不十分だっていう勝負です。えその裏返しで韓国のこうまあ、えー、貿易産業、うんえー、特に韓国の場合はですね経済規模の 半分以上が輸出に依存しているような環境なので、その中ではですね、非常にこの2014年、15年、そして16年とですね、大きく輸出が減少してます。あの、年によってはですね、2桁ぐらいいってる減少率がありましたね。で、それが、まあ、去年はですね、その金融緩和政策をとりあえず進めたので、え、まあ、あの、サード問題で、あの中国はですね、韓国からのこう貿易をですね、厳しく制限したっていうのもありましたけれども、もええ、ええ、 で見ればですね輸出がですね復活したんですよ去年はでもそれをまたこう手締めしているということでまああのオリンピックの経済効果なんか吹き飛ばすぐらい韓国のこの金融政策を中心としたですね経済政策の設計がうまくいっていないっていうのがまああの今のオリンピックのですね効果がですねあまりはっきりしたいとあと実際ですねパンちったですね海外からの観光客あまりいないっていうですねレポートをですね複数見てますんであのそういった点でもですね期待があんまり 그리고... まあ期待外れと言いますかね。そういった状況があるんじゃないかなと思いますね。そうすると東京オリンピックの時はどうなんだろうなあなんてねどうしても思っちうんですけど。あの東京オリンピックの方はですね、やはり今言ったようにオリンピックだけの経済効果はめちゃあの誤っちゃうんですね。経済全体でどういう風に金融財政政策構築していきた。特に日本の場合2019年の終わりにですね、消費増税という余計なものがあるんで、これをどうにかしてあのやめさせたいですね。今朝のコメンテーターは田中秀文さんでした。